特別な思いっていうのはないですね、うん、いい意味でなんかフェアっていうか、うん、生で一回聴かせていただいてライブのアランがめっちゃかっこよかったんですよね、うん、一生大切な曲になったなって、うんまあ、映画の共演っていうのはもちろん、まあ、あのグループのメンバーとしては嬉しいんですけど、うんまあ、あのやっぱ現場に入る際はあのもう1対1っていうか、うんそのまあ、あのこの映画の出演者の一人なんで、うん、特になんか特別な思いっていうのはないですね、うん、いい意味でなんかフェアっていうか、うん、多分彼もそれは望まないですし、うん、僕もそういうの好きじゃないんで、うん、なんか、うんまあ、対人間として、うんうん、一緒に作品に取り組んでた感じですね。モロもすごい頑張ってたよね。うん、もう毎回、ゲさん、どうでした今のもう毎回、ちょっとカットって言われたのに、今どうでした好きだな俺もうすごいね、もうすごいわ、うん、真剣に、うんうん、で、なんか何日間かやってる中で初日がちょっと自分の中で思うようにいかなくて すんごい落ち込んで、うん、俺、4時間ぐらい話されたその後そんなですか、うん、どうやったらもっといい演技できますかそうだったんですね。そうずっともうあのコーヒー屋で話してたんだけど最後閉店になっちゃって、だから話が終わる前に閉店が来たってことそうそうそうもう出よう出ようでも熱く話せたんですね。もう熱く話してで2あの2日目の撮影の時に自分の中で思った芝居がしっかりできて、うん、よかったっすそしてあの主題歌のこともちょっとこれ伺いたいんですが阿部さん、はい、今回セブンオーダーが歌う主題歌をニラさんと大沢慎一さんが手掛けられていますけれども、ね、初めて音源を聞かれた時はどんなご感想でした？いやもう僕今でも覚えてるんですけどあれは本当深夜の2時ぐらい、うん、でも撮影終わりかなぐらいに、うん、あの車の中で聞いて、うんうん、ニラさんから出来上がったって、うん、でニラさんもともとそのあのなんか意見があったらすぐ言ってくれってやっぱ言ってくださってたんで、うん、あの聞いて全部聞いたらもうめちゃくちゃ素敵でかっこよくて、うん、言うことないよってそんな俺にはっていう本当に大沢さんとニラさんには感謝しかないですね。この映画の世界観を汲み取ってくれてその、うん、多分映画の脚本にも多分影響が出たって藤沢監督がおっしゃってたんですけどそういうなんか曲をなんか世界を巻き込んで曲をかけるっていうのは本当に僕にはできないんで、あいやすごいな。いかがでした？僕は言っていいかな、あの生で一回聴かせていただいて、うん、あのライブアランのライブを見て、うんうんうん、なんかその時いいのかな、そうなんかたまたまちょっとあれだったんですよね、その予告が出るはずだったみたいな話をアランからこう聞いたんだけど、そうなんです、アンコール前に予告が出てから、うん、あの僕は演奏するする予定だったって後から聞いて、でも俺は最初だからアランのアカペラから始まるバージョンで一回ライブで聴かせてもらって、うん、そうなんかそれが俺すっごい良くて、うん、すっごい好きと思ってなんかもう僕一回しか映画見てないから、うん、その曲がどうこうっていうのはちょっと分かんないんですけど、うん、どういう曲だったかって具体的に覚えてないから、うん、でもその時のライブのアランがめっちゃかっこよかったんですよね、うん、だからそれをこう自分がこうね、なんていうんですか、作品を一緒にやった仲間っていうかこう親友がこうやってなんかステージに出てしかもアカペラっていうそのイレギュラーも乗り越えて超かっこいいライブにしてくれたっていう日があって、俺なんかなんですかね、なんか一生大切な曲になったなっていうのは本当その日に思いました、うん、なんか2人のレスポールも聞きたいですね。そうですね、歌いたい、ね、本当にやりたいですね、うん、やりたい、うん、やりたいね、どっかでね実現できたらいいよね、拍手してくださって、ね、そうありがとうございます、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、そうもしかしたらね、うん、もしかしたら実現しますよ、あるかもしれないですね、はい、いつか